バトルがこれで滑れるんだから私たちが滑れないわけないよね。まああの年と調子はイコールじゃないからね。何今から言い訳言ってようとしてんの？面と調子はイコールじゃないから。めっちゃ緊張してっから今マジ。おお。点数つけるから。うべ。今日は飛行隊から修行しに来ました。エイトマン100点満点中エイトマンが来ました。8点が不甲斐ない滑りだったということで、今日は8点以上の滑りができるように頑張るそうです。行きまーす。はーい。今日はのじり湖にウェイクボードを初めてやりに来ました。落としていい？このショップは結構厳しいです。あまり船長も愛想が良くないので皆さん気をつけてくださいね。では入りたいと思います。キャー冷たい。では考察していきましょう。滑ってきて波を抜けた後に今ハンドルが動いたの分かりますかね。このハンドルの動きでスピンができずになっているのではないかと予想されます。わたるくんのスイッチサイド360キャブ3ですね。まずこれをちょっと見てみましょう。ではまずは入ってきて、ここで波を抜ける状況ですが、ハンドルの位置があまり場所が変わらずグラブ、そしてハンドルを取りに行ってランディングっていう形ですね。では続きまして、今度はメインスタンスからのスピン、少し回転数が上がって540ですね。この時もハンドルの位置がそこまで大きく変わらず、ハンドルを取りランディングをしっかり見つけて降りているという形になりますね。やっぱ飛び出しの抜け前にハンドルが動くことがスピンでは回らなくなる要因ではないでしょうか。さていかがだったでしょうか。今回の動画ではいろいろな要因を探っていったわけですけれど、このようにしながら新しいトリックであったり、今のトリックのクオリティを上げるために日々頑張っております。そんな動画となっておりますが、もしよろしかったらチャンネル登録、グッドボタンなどぜひよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いいたしましょう。以上ウェイクボード TV さんでした。